今回は366話桃について、読者の反応集を紹介します。高評価チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。最後に開き3ページ全部かっけえ。これぞヒーローって登場だ。デク来たー。桃尻で2秒稼いだミリオグッジョブ。デク登場の安心感。ミリオの尻にありイコールコーギーの尻。まさか桃尻が2秒稼ぐ重要な一手になるとは。戸村くん最終形態めちゃくちゃ良いな。シンボルだった大量の手の復活とそれを全身プロテクターにしてるデザイン。拒絶っていう戸村くんらしいコンセプト。こういうところ先生はやっぱり外さない。ポテテたくさん時代の戸村の風貌を思わせる形態いいよね。暴走系師がガッツポーズしてそう。桃ネタはサーも笑ってくれたんだな。サーの笑顔かわいい。A フラキからすると意味不明な行動だし、そりゃ何やってんだこいつって感じで嘲笑うよね。その長所に使った2秒の時間、オールマイト相手だったら致命的なのに。ただ2秒稼ぐのが長すぎるってなってるからオールマイトみたいなもんな気もする。ビジランテの方ですまないが、頭金玉がオールマイトに対して3秒稼いで下り顔してたの思い出した。戸村もそれくらいの脅威になったんやな。時間の稼ぎ方は全然違ったけど、ヒーローが抗ってなんとか対応すると、それに合わせてさらに強くなるのが適応って感じはする。で、デク君かっこよすぎんか。かっこいい。初期の手をいっぱいつけてたスタイルの進化系って感じだ。これはデクピンチ時に爆豪稼いか。ミリオは桃が鳴ってるよとか友達いない煽りとか戦闘面じゃなくメンタル面でしがらき特攻だな。ミリオの攻撃は効かないから、無視するのって最適解ではあるんだよね。そう考えると10日って個性自分の身しか守れないって気もする。それは違う。どんなところにも駆けつけて救うべき相手の盾になれるのが10日だろ。なんもオールフォーワンラキと戦うだけがヒーローじゃないんだから全否定はひどい。ちょっとした弾丸とかなら、それこそエリちゃんの時みたいに10日オフでかばうのもできるんだ。今回は相手がヤバすぎてパンチ一発だろうと食らいづらいのがね。A フラキの中には天子くん5歳がいるので尻ネタに弱かった可能性。5歳児に聞くギャグとかを連発すれば。ごちんこ、金玉先生。防御の手で覆った体がさらにでかくなってるね。めちゃくちゃでけえ。地方表紙&関東カラーやん。表紙はしがらきとデクかな。デクとしがらきの1枚絵ずつの見開きかっこよすぎ。最初にデクが出てくる見開きの右下を見るに、デクが発見した飛来物はスターと一緒に来た人たちか。素晴らしいお兄ちゃんたちだぜ。次回はスターのお兄ちゃんたちと合流した時のデクの回想からかな。ミリオの桃尻はナルトのラスボス戦の逆ハーレムの術を思い出す。戸村お前ミリオのギャグで笑うくらいの理性はあるんだな。とんでもない負傷してるプロヒア先輩たち、あと死んでる爆豪見てデクはどんな反応するかな。しがらきの肌綺麗になっていってると思ってたけど、アップのとこだとそうでもないな。焦りのストレスからまた肌が荒れ始めた。マジでちょっと驚いたりするだけでシワシワになって戻ったりするからな、乾燥肌。今初期を見ると結構重度で肌が黒ずんで熱い感じだったから進行に合わせて良くなってはいたんだよな。最終戦は爆速で行ったり来たりしてる。若者は肌のターンオーバーが早い。そもそも変化するときに家族の顔とか出てたから、今の戸村は天子の精神性に近いんだろうね。もしかして神だとこの間の集合から絵のシールつくのか。これついてたよ。文字なしの8周年記念から絵だからめちゃくちゃ嬉しい。なんだかんだ来ただけで希望が差し込む気分になるあたり、デクも主人公としての風格が出てきたな。俺も鼻が高いよ。かっこ広報読者面。戸村の笑いのセンスがミリオと同じなら、天子くんが桃が鳴ってるよする未来があった可能性がビレゾン。まあできそうではある。気にしたことなかったけど尻でかいな。えっこれこらじゃないの尻。単行本では加筆されたし、なぜか海外で T シャツになったよ。今デクが到着できたってことは、だいぶ前にデクが遭遇したのは味方なのかな。デクビヨーンしてる見開きの右下にお兄ちゃん図がいる。これじゃな。ってことはこれそうだったのね。てかデク久しぶりに見たけど、最後に見たのなんか月前だっけ。
6月27日発売のジャンプ以来、話数的には9話で再登場してるんだな。約3ヶ月前か。結構経ってたのね。手の指が家族の形なのか。5本だから自分除いた家族でちょうどだな。クラッキングで通信網が死んでも個性かっこテレパスなら通信可能なの個性社会のヒーローって感じだ。それと同時にアイテム頼りの無個性はどうやってもヒーローになれないのをここでも再確認させられる。遠距離から蹂躙する形態からオールマイトみたいな戦闘スタイルの形態になった瞬間蹂躙するの早くない？前世紀のオールマイト並みのパワーとスピードあるなら接近戦が一番強いってことだろうか。最後のデク登場で安心したからこそ、ここら辺のミリオの曇らせ顔を落ち着いて堪能できる。やっぱ良い表情描くな堀越先生は。この辺はまだ魔王として幼いなーって感じだな。オールフォーワン本体なら2秒の隙なんて作らせてくれなかった。ナイトアイすげーな。死ぬ間際にあの助言をすればミリオがこの行動を取れるってのを予知したってことか？ミリオとナイトアイのしていいな、もっと見たかった。デクの前だと厳しい表情が多かったさーだけど、ミリオの前だと素の感じというか朗らかな表情にグッときた。作中のさーって実際にデクに継承されたことを知った後かつ、大体デクと関わってるシーンばかりだから基本しかめ面なのよね。リラックスしてる頃のさーをもっと見たくなった。ついでにそのリラックス状態でオールマイトオタク合戦をデクとやってほしかったぜ。俺の前だとよく笑うんだぜ。って言ってたしな。いや、待て待て待て。じゃあデクはカッチャンカッコ死体を目の当たりするやんな。いける？デクの登場の仕方が想像を超えてカッコよすぎる。電子で定期購読してるけど雑誌の大きさで見たいからアスカってこよう。そやまあレイの飛び方のカッコよさはスパイダーマンや進撃の立体軌道が証明してるし。とはいえよくこの短期間でものにしたよね。ツイッター感想見てるとデクをデクさん呼びになってる人多くて草。いやあれはやっぱりデクさんでしょ。デクー、スターのお兄ちゃんたち、なんか泣けてくる。と主人公よ。デクの登場よりも戸村のてっぺに持っていかれたんやが。安心感あるけどでもこっからが本番よな。ダメージ蓄積はあるってことは最初の方でオールマイトがノームにあったみたいに、ひたすら叩き込めば効くんだろうか。冒頭のミルコのいい加減にしろよゴラーはちょっと共感してしまっただけに、ラストの展開はぶち上がった。ただその後ワンパンでやられたのは悪いけど少し笑ってしまったんだが、そりゃ本来ミルコはもう牛が一死になってるレベルでボロボロだから、ただでさえ避けれずにエッジショットたちもろともと村の攻撃食らってた頃よりもさらにね。前回連撃入れられたのは戸村側の精神的不調で隙ができたからこそだし、モモギャグが伏線だったとはこの理白の目をもってしても。デク登場で来週表紙&関東カラーか。タイミング合わせてきたな。誰が4期のモモがなってるよが伏線に思えたんやろか。泣きながらのモモなりクソかわいい。これモモで笑ったのはオールフォーワンですか、トムラですか、テンコですか。オールフォーワンだと食って笑わないかもって思った。個人的にはテンコくん。オールフォーワンは無感情っぽいから残りのどっちかかな。瞳もシワも顔のバランスも戸村側へ完全に戻ってるし。サーの教えがきちんとミリオに引き継がれているのがいい。オールフォーワンだとあざけり笑いそうでしがらきだとはって言いそうで、テンコだと普通に笑いそう。つまり程よく混ざったゆえのあの反応。テンコくん心の底から笑わせてあげたらいいんじゃね。ここのマンダレイってデクが接近してることに気づいたってことでオッケー？空中の遊泳校舎のシステムが乗っ取られてるのに気づいた説あったけど、多分違うよな。ずっと待ってたよ、ずっと待ってたよデク。行け、いても撃たれ、テンコのことを救ってくれ。ヒロアカって本当に面白いですね。皆さんの今後の考察も教えてください。それではさようなら。高評価チャンネル登録も。ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。